はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、もう本当ね、連日連日、ようここまでさ、ふざけたこと出てくるよなっていうね、この異次元の少子化対策なんですが、今までもね、ちょっと何本か挙げてるんで、よかったら見てほしいんですけども、えまず政策として、児童手当の拡充っていうのを柱にしてたんですが、それを、第3子以降限定で、 一万五千を三万円に倍増するっていうね。少子化っていうのは子供がいないところを一人に増やしたり二人に増やすって話やのに、すでに前提を三人からって考えてる時点で、それに何の意味があんねんというか効果薄すぎるやろっていう点。そして次はその財源ですよね。それを確保するのに、結局のところ社会保険料の引き上げっていう話が出てるわけですよ。要は国民にさ支援をするのに国民から負担を取ると。 しかもそれを社会保険料に設定してるから、現役世代行く方がやはり重く負担がのしかかるわけ。少子化を改善させるには、現役世代、特に若い世代の負担を軽くしてあげなあかんのに、その人たちに対して負担になるような財源の確保の方法をとって、その人たちに支援をするっていうね、全く意味のわからんことをやってるわけですよ。で、さらにこの前出たのが、その少子化対策の財源、 倍増させるって話だったんですけども、その倍増をなんと10年後に設定したっていうことで、与党の連中が言ったんですよ。今回が少子化判定のラストチャンスだ。その期間は、だいたい3年から5年ぐらいだって。その設定をして、なんでさ、目標の子供予算倍増が10年後やねん。あそこの会議におった連中、有識者政治が含めて、誰もそれがおかしいって気づかんのかみたいな。なんでそこまで日本人を減らしたいのこの政権はってすごい思うんですけど、まあ、今回はその3つのうちの政策、さらに財源に関わることなんですが、こちらですね。 扶不要控除見直し案不定、18歳まで児童手当拡充の場合、少子化対策ということで、えー、今ね、児童手当の拡充っていうのが柱の政策っていう風に言ってるんですけど、第3子以降限定で小学生までを倍増させるっていうのがね、あまりにも超快悪だったので、言葉失うなっていうレベルだったんですけども、この児童手当の拡充には他にもありまして、今現行では15歳までって言われてるんですが、まあ、それを18歳まで延長しようかっていう案も出てるわけですよ。で、それ自体は僕悪いとは思わないんですよね。 18歳ってまあ高校生なわけですから、まあ子供といえば子供なわけですよ。まあだから児童手当が延長されるっていうこと自体も別に何ら不思議ではなかったんですけども、今回出てきたのは、その児童手当を18歳まで拡充した場合は、今、16から18歳って、扶養控除っていうのになってるんですけど、その扶養控除をやめるというわけで、もうこれでは何の意味もない。というか、児童手当を支給して扶養控除を外すんだったら、国民負担はさらに重くなるというわけでね。 ちょっと今回はこちら見ていこうと思いますのでよろしくお願いいたします少子化対策で政府が目玉と位置づける児童手当の拡充をめぐり18歳まで支給を延長した場合現行制度で16から18歳に適用されている扶養控除を見直す案が政府内で浮上していることが22日政府関係者への取材で明らかになった扶養控除を見直すことで手当拡充に伴う財源の一部を確保したい考えで今後検討を本格化させると というわけで、とりあえず金額っていうのは後でお話しするんですけどもそれは置いといたとして言ってること意味全くわからんでしょうだって16 18歳歳から18歳に児童手当を拡充します。その財源を今16歳から18歳に適用されてる扶養控除から確保するって言ってるんですよ。えこれに何の意味があるん強いて意味を持つとするならば政府が言っていた財源確保方法っていうのはまず社会保障を中心とした歳出削減の徹底なんですね。 で、その後に足りない分を国民負担として社会保険料の引き上げってことを言ってるんですけど、要はこの扶養控除という社会保障の削減をしてるわけです。全く意味がわからないんですけど、まあ理由をこじつけるならそういうことなんじゃないですかもう一回整理すると、この16から18歳の子育て世帯の控除っていうのをやめさせて、そこで確保した財源っていうのを事務手数料かけてもう一回配るって言ってるんですよ。これ何の意味があるむしろさ、やらんでええやん、そんなこと。 だから分かることは政府の歳出削減っていうのはこういうことなんですよ。今の日本の少子化対策っていうのはベースは子育て支援なんです。それだけでも全く意味わからんのに、今回の児童手当の拡充案の年齢の延長っていうのは、この高校生にいる世帯っていうのは要はピンポイントでの支援ですよね。 それ何のためにするの子育てが大変だから子育て支援するんでしょでもその子育て支援をピンポイントで支援するところから取っていくってさ、自分たちが何を言ってんのか分かってんのって話。しかもそれをさ、検討本格化させるってさ、どう考えてても頭おかしいでしょこんな。じゃあこんなん何のためにすんのかって、多分理由二つあって、一つは政府から見た場合に、プラマイでプラスになるっていう風な資産が出たからですよ。 要は、不要控除を継続させるよりも、ここで不要控除を切って自動手当を拡充させた方が、政府にとっては財源がいっぱい確保できるって資産が成り立ってるから。で、もう一つは、完全なパフォーマンス。減税とか免税とか取らないっていう政策よりも、手当とか給付みたいな形で、支援したの方が、インパクトってやっぱ大きいんですよね。いつもそうやけど、社会保険料とか増税っていう形で、みんなからお金を回収して、今回子育て世帯に配っているっていう形になるじゃないですか。そうなると、 恩恵を受けれない人たちとの分断っていうのをめちゃくちゃ生むんですよね。どう考えてもこんな政策を決めているこの政府が悪いのに、恩恵を受けれない人たちは子育て世帯に対してふざけんなよっていう感情を抱きやすくなるわけ。でも実際そんなことないでしょヘイトを向かないとあかんのは政府なわけですよ。こんな政策決めてる。でもうそうなりづらいんですよ。手当てっていう形で支給っていう形にすると。で、実際それも選挙の結果として出ている。特に日本はシルバー民主主義ってことで高齢者が多いわけですけど、 どっかの記事で見たんですけど、高齢者の方のインタビューで、どうして今最近は子育て世帯とか若い世代にばっかり金使うねわしらにもっと金使えっていうのがあったんですよね。でもそれ見た時にマジで僕ゾッとしまして、いや、こういうことを本気で思ったり言ったりする人って多いんやと思ったんですよ。で、それがあくまで一部だと思ってたんですけど、選挙の結果が、いや、それは大半だっていうことを示してるわけ。っていうのも、このコロナとかさ、物価高で、 現金給付するけども、それって全部住民税非課税世帯なわけですよ。で、その大半は高齢者、生活保護受給者なわけですよね。じゃあ、普通に考えたら減税免税してくれる方が全体にとって恩恵があるし、日本の経済成長にもつながると思うんですけども、一回国旗の1世帯3万とかこの前やったら、それを支給されることによって、選挙で投票するんですよ、みんな。ありがとうっつって。で、現実そんなもんなんですよね。 だから長期で見るというか、政策だけ見れば何考えてんねんっていう話なんですけど、給付とか手当みたいな形で、現金を配るっていう形になれば、恩恵を受けてる人はやはりありがとうっていう気持ちにもなるし、受けれない人はふざけんなよ、こいつらっていう風な分断も生みやすくなるってことで、パフォーマンスとしてはも,もうめちゃくちゃ効果的なんですよね。で、ちょっとね、話が脱線症なんで続き行くんですけども、まあなんせこの16歳から18歳までの児童手当延長になった場合は、扶養控除をやめるって言ってるわけですけども、 具体的には今どうなってるかですが、えー、続けます。現行制度では、16歳以上19歳未満の子供を扶養する場合に、所得額から扶養控除として1人につき38万円が控除されている。過去には2010年に民主党政権が中学生までを対象とする子供手当、えー、これ児童手当ですね、今の、を創設した際、所得控除から手当へとの観点から、15歳までが対象だった年少扶養控除を廃止した。 政府内にはこうした経緯もあり支給延長を伴う控除の見直しは避けられないとの見方が強いと,というわけでもうこれは完全に民主党政権のやらかしと言ってもいいでしょうねだけどもその経緯っていうのは今もずっと続いてて結局その16から18歳みたいな年齢が引き上がったら当然その間は扶養控除廃止ですよねっていうことを言ってるわけですよねうん理屈はわかるよでも100歩ずってそうしたいのとしたら何で今児童手当所得制限してんねんって話でしょ 今回の異次元の少子化対策で所得制限を撤廃するかどうかみたいな話になってるけど、現状今所得制限にかかってるわけですよ。そうおかしくない児童手当を支給する理由は、扶養控除の代わりなわけでしょやったら親の年収関係ないやん。所得制限する必要がないやん。じゃあ思いません児童手当なんて廃止にしちゃって、年少扶養控除全部復活させてくれ。この児童手当の拡充もいらない。今回の目玉の政策だってもうクソみたいな政策やし、 年齢の延長だって、結局は扶養控除を見直す案、廃止にするっていう可能性があるんやったら、いや、そんなんいらんわ。年少扶養控除復活させてくれよ、みたいな。いや、もちろんベストは、この扶養控除が適用されてる状態で児童手当が支給されるってことやけど、今回16歳から18歳まで拡充するってなったら、案の定扶養控除廃止にしようか、みたいな話に出てんねんから、じゃあやんなよってこと。しかもその財源を廃止にする扶養控除から出すって言ってんねんから、こんなアホな政策があんのかって話ですよね。 で、財源のあり方をめぐっては、5月11日の財政制度等審議会、財務省の諮問機関の分科会でも、現在、高校生、16から18歳には、扶養控除による税制上の措置がなされている中で、児童手当の支給対象を高校生まで拡大することについて、どのように考えるかなどと問題提起されていた。どのようにもそも。別にそれでええやん。そもそものこと言ったら、これって子育て支援やねんから、少子化対策じゃないからね。 これはあくまで控除されてる金額なので、この控除がなくなるということは、その分の課税所得は増えるわけですよ。つまり、住民税や所得税が増えるんですよ。 続けます。えー、ただ、扶養控除を見直すと、所得の多い家庭で実質的な家計負担が増える可能性もあり、新たな制度設計は簡単ではない、政府は6月にまとめる経済財政運営の指針、骨太の方針も踏まえ、年末にまとめる24年度税制改正大綱をにらんで、検討を本格化させるが、今後の議論は曲折も予想されると。もうというわけで、もう記事でもきちんと伺ってるわけですよ、扶養控除を見直すと、所得の多い家庭で実質的な家計負担が増える可能性もあると。 で、これはあくまで予想ですけど、さらに意味わからん可能性があるのは、この延長した児童手当ですら所得制限かけてくる可能性が今の与党やったらあるんですよね。で、この記事でも出てるように、児童手当は年少扶養控除の廃止に伴って、これが創設されてるわけだから、所得制限をかける意味がそもそもないわけ。というか、なんで所得制限があんねんっていう話。今、所得制限で児童手当支給されてない世帯あるんですけど、その世帯は当然扶養控除の復活が必要なわけですよ。でもそうなってないの。 じゃあ、この年齢延長したところで、同じ所得制限をかけられたら、所得の多い家庭は、今ある扶養控除がただなくなるだけなんですよ。さっぱり意味わからんでしょう。で、その高所得の世帯のなくなった扶養控除が何になるかって言ったら、低所得の世帯の高校生の児童手当に回されるわけ。そうなると、高所得の世帯どうもう、ふざけんなよ。なんで自分の子供のさ、扶養控除を、他の家庭の児童手当に回すねん。ええー、の、低所得世帯はっていうふうに、また分断を生むわけよ、ここで。 そうじゃない。こんなバカな政策を考えた政府にその偏東が向かないとあがるのにそうなりづらいんですよ給付とか手当てっていう形で配るっていう印象になるとまあこれがね中盤でもお話しさせてもらったこの政策をする政府の理由の一つですよねでもう一つの理由資産の結果政府にとってこれがプラスに働くんじゃないか要するにここですよね扶養控除を見直すと実質的な家計負担が増える可能性があるつまり今よりも税収増えますよっていうことその資産が出たからこれをしようと思ってんでしょって だからね、もうちょっと今回いい機会だと思うので、マジで児童手当なんて全部廃止にしてしまって、その代わり年少扶養控除復活させろっていう声を大きくする方がよっぽどか少子化対策になると思いますよ。で、さらに今回の財源だって、その高校生のいる世帯の扶養控除を廃止して、それを財源に児童手当を出すっつってるから、 何の意味もないわけよ。むしろ手数料とか取られたら、国民からするとマイナス。そう思うと、やっぱり取るなよって話。じゃあ、最も効果があるのは、減税、免税、社会保険料の免除。あとは、育児の無償化ですよ。そういうふうに、吸い上げてから分配するんじゃなくて、お金をかからなくさせるっていうことをするべき。子育てにお金がかからないっていうことは、自分の可処分所得は減らないんやから、 他に回せるわけよ。そしたら消費が喚起されて経済も成長していくやん。じゃ、経済が成長すればその分税収だって増えていくし、それこそ少子化対策が改善させれば、政府が大好きな税金を納めてくれる国民がいっぱい増えるってことよ。言い方悪くなるかもしれんけど、そうやって納税してくれる子供がいっぱい増えれば、その子たちはさらにお金のなる気を生み出してくれるわけ。じゃ、例えば、1000万円投資しても、障害的に3000万円納税してくれるんだったら、こんなに割のいい投資ってないわけよ。 岸田政権大好きじゃないですか。投資してくれって海外にアピールしてんでしょじゃあ国内の子供に対して投資しろよ。なんで海外には言うように国内にはやらへんねん。現金のばらまきでもそうやけどさ。なんで賢いの大人がこんなに集まって、児童手当を18歳まで延長します。その代わり、今の扶養控除を廃止します。で、児童手当の財源は廃止にした扶養控除から取りますにおかしいと感じひんねんて。いやもうやる気ないやん。で、ポンコツしかおらんやん。 逆にポンコツが考える政策では日本が良くならないっていうのはもうこの30年ではよく分かったやろし今回のこの児童手当の拡充だけでも十分理解できたと思うのでやっぱり少子化には減税、免税、無償化っていうのを強く押していかなければならない僕はそういう風に思いましたねはいというわけで今回はこれで終わりたいと思います、えー、またよかったらチャンネル登録お願いします以上ですありがとうございました